チャンネルクララをご覧の皆様、こんにちは。本日は武蔵大学教授の桃崎雄一郎先生をお招きして、この番組を3年間やりたかったということで、こちらの室町の覇者足利義満のお話を著者ご本人にインタビューさせていただくという番組をしたいと思います。桃崎先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずですね、まあもう新書と思えない大著で350ページあって、私はちなみに1日で一気に面白くて読み終わりました。ありがとうございます。まあ、ざっと鎌倉時代末期から義教が死んだ直後、まあ、実は最後、主役の最後の人が御花園天皇という、チャンネルクララの、ね、視聴者の皆さん、この意味が分かると思いますので、ね、現代の皇室の問題を語る上で、まあ、こういうお話を知らないとダメですよということで推奨させていただきたいと思うんですが、まあ、その今日は皇室の話そのものというよりも、その室町の話をお聞きしたいと思いまして、まずタイトルの由来をお聞きしたいんですけど、はいはい、まあ、この本タイトルは足利義満を主人公にすると銘打っているんですけれども、はい、一番言いたいことは実は副題の方にあって、はい、朝廷と幕府はいかに統一されたか、はい、まあ、学会ではそれなりにもう何十年も前から知られている説ではあるんですけれども、うん、朝廷と幕府が一体的に融合して運営されたというのはこの時期特有の現象で、うん、鎌倉時代や江戸時代というのは協調的ではあるけれども地理的には分離していて、うん、友達だけど大人隣さんではないという関係だったんですけど、うん、もう京都に同居して本当に物理的に一体的に運営されてる、うん、で物理的だけ地理的だけではなくて組織として、うん、人間が同じ一人の支配者、足利義満という支配者が幕府の長でありながら同時に朝廷の主導者になるという、まあ、日本の歴史上稀有の時代だったんですね。でそれは室町時代だけでも当たり前ではなくて、初期の高氏たちはそうではなかったし、うん、最後の方の義輝なり、義明なりもそういうあり方ではなかった。ちょうどこう真ん中の時代、義満、義持、義教という、うん、実質的にこの3人が真ん中の権力者ですけども、この時代特有の現象で、なぜそういうものが起こり、そしてなぜそれが失われたのかっていうのがこの本の最大の主眼で、で室町幕府の将軍長でありながら朝廷を支配する人を当時の言葉で室町殿と言って、うん、まあ、最近幕府の名前に殿とつける言い方がだんだん世間でも浸透してきて、ついに大河ドラマでも鎌倉殿という言葉で押し切ることが可能な時代になりましたけど、やっぱり鎌倉時代は鎌倉殿、室町時代は室町殿、問題は何が違うんだということで、私たち、まあ、その専門にしている研究者がその理念とか実態をいろいろと明らかにしようとしてきたんですね。でなかなかこの室町殿研究って、まだここ20年ぐらいで急速に進歩した、うん、昔からもちろん研究はされてるんですけれども、うん、これを関心の対象にして自分の専門分野をこれにしようという人が10人単位で数えられる時代って2000年以降の話だと思うんです。でそれで結構超速の進歩を遂げまして、そういう中でみんなこうまだ共有できてなかった歴史像、室町殿像、室町殿って何っていう問いを立てられる時代になって、でその問いにみんなで取り組もうとしてるような、してないような、そういう状況なんですね。私自身はそれ大変大事な問いだと思っていて、ですからタイトルの話に戻ると、この本の真のテーマは室町殿って何だったのかっていうことが本当は問いたかった本なんですね。ただまだ室町殿という言葉が世間一般に流布してない段階で、それを本のタイトルにすると何の本かが分からなくなっちゃうので、まあ売り上げに影響があるだろうというふうにいろいろ議論した結果、やっぱり義満を主人公としてやろう、実際にこのタイトルで面白そうと思って、まあ、面白いかは別として興味を持って手に取ってくださった方が開いてみると、義満の話がいつまでも始まらないわけですね、はい、鎌倉時代末期からずっと通史があってという、はい、うん、で本当はこういう本通史を書くべきではないんですけれども、この本一番最初にまあ、後醍醐天皇のあたりから始まっていて、はい、で一番最後どこで終わるかというと、義満が亡くなっても話が終わらず、うん、義持、それから義持が亡くなった後の義教が亡くなる可吉の変までをこう書いてるんですね。でなぜこういう構成かというと、これがまさに室町殿成立史であり、うん、滅亡史であって、これ全部ひっくるめないと室町殿の話ができないと思ったので、こういう構成になってます。ちょっとですからタイトルと違ってすみません。非常に面白い、うん、まあ、義政以降はその
ここで定義された意味での室町殿の機能が果たせなくなっていった過程っていうふうに、ね、はい、この室町殿が実質を持って成立したのが義満、義持、義教なんですが、結局その史上最強かと思われた最高権力者があっさり暗殺され、そしてあっという間に混沌の時代になっていくと。でそうなるともう実力が伴わないんだけども、なんとか室町殿の権力権威を立て直さなきゃというのが義政の課題になってくるんですね。でそれはつまり主級的といいますか、どんどん権力が生物としてできていく段階が終わって、解雇的、昔の古き良き時代に戻ろうという意味では古典化してしまってるんですね。で古典というのは常に誤解を伴いますので、ありもしなかったことをあったかのように解雇して、復旧復古していくというのが、歴史の常だと思いますけども、それがやっぱり現実と合わなくて、どうなったかというと応仁の乱になって何一つうまくいかなくなる、そこは別の話だろうと私思ったので、一旦ここで話を切ろうと思ったわけです、だから後醍醐天皇から後花園天皇までの歴史と言ってもいい。 そうですね、その間に武家の誰が権力を握って、その権力のあり方の本ということですね。じゃあまずあの室町殿の順番にお聞きしていきたいんですが、まず義満から、義満といえばその皇室を乗っ取ろうとしたどうのという議論があって、そこの中身にはまあ、是非には触れないんですけれども、2つお聞きしたいことがあって、1つはあの義満が、最終的に急死するので本当にやろうとしてたかどうかわからないことになってるんですけど、その直前の息子の義継の元服、これが親王の形式だったのではないか、いや全然似ても似つかないと、これがまた論者によってまるで違うんですけど、これに関しての見解をお聞きしたいんですが。そうですね、形式が似てるかどうかは別として、義継を親王扱いしようとしているという朝廷の規定路線は疑う必要がないと思うんですよね。まず朝廷が足利義継というあの一般国民を親王扱いしていたって、これ普通の人にはあの分かりにくいので、そうですね、このご説明をお願いします。親王って根本的には血統の問題なので、天皇の男系子孫でしかも一世代目しか通常なれないもの、例外的に親王宣言を受ければなれる時はありますけど、そもそも父親が天皇でない段階で親王ってなれるはずがないんですが、室町時代その準じるという便利なやり方があって、親王そのものにはならないけど親王と同格に扱おうということは可能なわけですよね。例えば女性も本来上皇にならないですけども、上皇と同じ待遇、準じるという意味で女院というものが生まれてきたりしますし、いろんなやり方、チョンボといえばチョンボですし、ご都合主義といえばご都合主義なんですけども、天皇って本質的に血統の問題でしかないので、これをどう向き合うかというのが多分この人たちの課題だったと思うんですね。で、私自身は現状もう義満が何を考えて何をしようとしていたのかわからないと答えるしかないんですけれども、彼がやってきたこと、あるいはやってほしそうにしてたこと、この本でも書いたように義満って忖度させる政治家、自覚的に忖度させる政治家なので、やりたいことややってほしいことをやってほしいとは口にはしない、でも僕が何をしてほしいかは分かるよねっていうことを自覚的にやる人なので、自分自身のビジョンを言葉にしないんですね。周りが試行錯誤しながら、きっとこういうことを望んでるんじゃないかだってやってみるとちょっと違ったらしい、じゃあこれは引っ込めてということを試行錯誤しながらやっていく、その中で義満の息子である義継を親王扱いしようという動きが出てきた、で義満がそれに何を期待していたのかは分かりませんし、どこまで本当にそれを期待していたのかも定かではないですね。ただしさっきも申し上げたように親王は血統の問題なので本質的に彼を親王にすることはできない、ただこの親王の問題と関わってくるのが、義満自身を太上天皇、上皇扱いにしたらどうかという議論が朝廷で起こってきて、結局これ朝廷で潰されちゃいますけれども、現状の研究では義満は多分太上天皇扱いを望んではいただろう、嫌がってはいないだろう、どちらかといえば望んでいただろう、ただしどうも朝廷側がさすがに無理じゃないかということになって潰れたというあたりまでは分かってるんですけども、太上天皇というのは元天皇なので、やはり
天皇というのは血統の問題なので、うん、義満を天皇扱いすることは根本的には無理がある。過去にそういう扱いを受けた人がいないわけではないけれども、本質的には皇室の人であるし、小一乗院とかがそうですけども、うん、天皇になれるはずだった人がなれなかったとか、うん、あるいは御堀川天皇のお父さんの御高倉院、うんうん、天皇になってないけども院政を敷いてもらうしかないから院の扱いにする、うん、そういうことはありますが、基本的には血統は守られている、うん、という中でこの血統が合わない義満の太政天皇尊号宣言の話と、うん、義継の親王宣言扱い準じるという話が、うん、論理的には成り立たないはずのことなんですよね、うん、にもかかわらず、うん、起ころうとしているというのがもう私の理解を超えていますし、うん、おそらく当時の大多数の人間の理解を超えていた、うんうん、ちなみにそうだ、彼は義満は奥さんの日野安子を北山院として女院扱い、うんうん、ですから順母にしてますよね。そうです、天皇順母にして、はい、で女院として、だから天皇のお母さんの旦那は天皇のお父さんと見なせなくもない、うん、まあ、本当にはそんなことはできないんですけども、うん、そのあたり評価が大変難しくて、で後の時代に類例がないものですから、うん、先にもないんですが、本当に空前絶後なので、うん、類推することができない。で義満がほとんど自分の計画を喋らないまま亡くなったので、うん、もうでしかも誰もそれを継承しなかったものですから、うん、闇の中に消えてしまったわけですが、うん、ただ一つ言えそうなのは、どうも王家と足利家を、人為的に融合させようとするベクトルはやっぱり認めざるを得なくて、うん、それが天皇家乗っ取りかどうかというのは全く別の話、うん、くどいようですが天皇の地位は血統なので、うん、天皇の位を簒奪するというのは日本語として成立しないはず、うん、それは天皇ではない、そうです、交わったら平行線ではないの理屈ですね、はい、日本の王にはなれるかもしれないけど、うん、それを天皇とは呼ばない、うん、という意味で成立し得ないと思いますが、うん、じゃあその先に何を目指していたのか、実質的には王のように君臨しているわけですから、うん、それを自ら捨てるとも思えませんし、うん、じゃあ着地点ですよね、その制度としての着地点がどこに向かっているのかっていうのを、うん、義満は語らずに亡くなったので、もう私そのあたりお手上げに、まあ、それで、まあ、資料として分かることから、その地位を室町殿を超える北山殿としたのがこちらの本ということで、うん、よろしいですね、はい、仮にそう命名してみたということですが、うん、北山殿という言葉の内実は誰にも分からない、はい、ということだと思います。意味不明って書かれてますよね。そうですね。まあそれは誠実な、ね、記述態度と思いますが、はい、でそこで2つ目の質問なんですけれども、別に今分からないことは分からないというのは結論だと思うんですけれども、結局義満が天皇になろうとしてたかどうか論争の中で なろうとしてたわけがないっていう人が必ず触れないのが、結局死んだ後に鹿行院大乗法皇の尊号を送られていて、死んだ後でも送られた民間人の男って義満ただ一人じゃないですか、はい、これに対する評価を、まあこれも本当に評価が難しくて、亡くなった後に尊号を送っても朝廷って痛くも痒くもないんですよね、うん、本当に単なる名誉だけ、これ、うん、生きてるうちに取られちゃうと大問題なんですけど、うん、実は亡くなった後ってどうでもいいと思ってるところがあるのと、まあ、幕府側が司馬義行が率いる幕府の重臣たちがはっきりこれ拒絶して、うん、で後継者の義持もいらない、うんうん、で北山邸自体ももう捨ててしまって破壊しちゃうんですよね、はい、もう解体してしまって引っ込んでしまう、うん、京都 の三条坊門殿っていうより都会に戻ってきたんですけども、うん、権力の在り方として全部解体して再構成してしまったもんですから、うん、これ本当に不思議な話で、もらう側が誰も望んでない、あ、うん、げる側も別にあげたくてあげるわけじゃない、多分欲しがってるのは義満一人で、その人はもう個人となってしまっている、うん、そういう中で言うと、うん、なんとなくこう朝廷としては誠意を見せましたというポーズ以上のものがない気がするんです。これやらないと、なんていうのか、不敬とは言いませんけど天皇ではないので、うん、義満ほどの権力者に対してもう少し敬意を払ってもいいんじゃないのっていうイチャモンが来そうですけど、うん、まあ、出すだけ出して辞退されるというのがベストですよね、うんうん、そうするとお互いこう辞退を何も変えないまま、うん、示すべき礼儀を示したことになる、うん、そんな程度のことじゃなかったのかなと思いますけどね。はい、うん、ありました。では次に、その義満のやってきたことを義持が全否定した、これはもう誰もが分かる事実なんですけれども、まあ、その義持の評価かなり実は高いということで、はい、義持政権がどんなものであったのかということをお聞きしたいんですが、義満って
突っ走ってっちゃうタイプなんです。前のめりになっていて、はい、彼は彼なりに考えていたんでしょうけれども、守備一貫したビジョンがあるように見えない、本心がどこにあるのか分かりにくい人も、足利って結構そういう人多いんですけど、本心がどこにあるのか分からない。でただ義満はみんなでこう議論したり固めていく前に自分一人で突っ走ってっちゃう人なので、うん、みんなが俺たちはどこに向かってるんだろうっていうのが誰にも共有できないまま進んでっちゃうんです。で、うん、太上天皇になろうなりたがってるように見えたり、うん、息子を親王にしたそうに見えたり、うん、で天皇家を守ろうとしてるようにも見えるし、うん、その一方で呉遠雄天皇をとことん追い詰めていったりと、うん、よくわからないんですね。ただそのもう彼はどんどん先に進んでいって、この国がどういう仕組みかもわからないし、ゴールも見えないまま、ただ義満が思いつきで突っ走ってるように見える、うん、でそれに対して義持っていうのは一歩下がって冷静に線が引ける人、私はそれをバランス感覚だと思ってますけども、どこまでは首を突っ込むべきじゃない、どこから先は首を突っ込むべきじゃない、ここまでは自分の責任、自分たちの責任だからやるべきだって、そこは法がどうかとかどういうことではなくて、この国の仕組み秩序というものがどう守られるべきか、だからその意味で彼は保守的だと思うんですよね、うん、秩序の保守維持メンテナンスということを考えられる人で、義満はどちらかというとクラッシャー、既存の秩序を尊重しているように見えながら、うん、その秩序を超える新しい論理で、自分しかわからない論理で突っ走っちゃうので、うんうん、秩序があるように見えてトータルで言うと秩序がないんですね、うん、朝令暮改、うん、明日にはどうなってるかわからない、うん、でその中で義持はもう一回この公部、朝廷と幕府というものが並び立つ中で、それぞれ果たすべき役割を果たし、その下に民がいて、国が全体として安泰である形って何だろう、ベストな形で、幕府だって一枚岩じゃないわけですよね。将軍は専制権力者ではなくて、幕府の中の大名、一族やあるいは戸様の重臣に支えられて、この幕府は成立した。幕府の根っこがやっぱり、カリスマの専制的な権力ではないものですから、やっぱそこに原点に立ち戻る慎重さがある人ですよね。で、必要ならばずかずか朝廷に踏み込んで、天皇や上皇に対しても苦言を呈する。で、彼らの行動を制約するけれども、あくまでもそれは彼にとっての正義感の産物であるし、その正義感というのはあんまり独善的なように私には見えなくて、みんなの幸せ、みんなの秩序、最大公約数としての秩序を守るために必要なことをする。でそのためには天皇には天皇らしく最低限いてもらわないと困るし、我々も分相応にすべきことをしようじゃないかっていう、そういうバランスと秩序に引き戻そうとした人、そういうふうに見えますね。義持からしたら、義満の時のような、まあ、圧力は、まあ、朝廷とは起こさないし、呉遠雄上皇なんか、まあ、散々いじめられてるのは確かですし、で守護大名に対して先制的に振る舞わないバランサーということだと思うんですが、そう思います。強権的でもないし卑屈でもない、本当にうまいバランスを持ってる人だと思いますね、うん、はい、同じことを真逆な表現で言いますけど、事実は一つで、つまりものすごくバランスがいいという、でみんなが納得すると、でそれを裏を返せば既得権益を犯さないということでもありますよね。そうですね、はい、でまあ義持が生きてる間は、まあ、みんなが丸く収まってたとは思うんですけれども、じゃあ死ぬ時に自分で後継者決められないで、お前たちが勝手に決めろって言った遺言の評価はどうなるのかっていう話を、一言で言うと、あれが室町幕府の本質ですよね、うん、室町幕府っていうのはそもそも足利尊氏の主体性で作ったとは私考えていないというのがこの本の主張でして、それが正しいが別として、私自身もその歴代幕府の初代将軍でこれほどやる気のない将軍はいないと私いつも思っていて、はい、家康や頼朝にはもう少し主体性があっただろうと思うんですけども、室町幕府っていつもこの弟の忠義と周りの一門、あるいはその家臣たちの主体性によって、どん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 高氏を神輿のように、高氏も実際戦場に出てくると強い頼りになるんですけども、高氏の意図を超えて鎌倉幕府に反逆し、後醍醐に反逆し、勝手に自分たちの幕府を作っていってしまうと。でだから将軍が作る幕府ではなくて、足利一門みんなで作る幕府、ここがやっぱり大事な室町幕府の根本だと思うんですね。それは源氏一門を粛清した
鎌倉幕府と出来方が根本的に違うということですよね、うん、鎌倉幕府は一門という特権層を最終的には認めなくなってしまった、うんうん、まあ、最終的に北条氏が幕府に乗っ取って北条一門という特権層ができたのでダメになっちゃうんですけども、将軍はそういうふうに幕府を作らなかったわけですね。で、室町幕府はそうじゃない、で多分そこに立ち戻ったんだと思うんです。義満の室町戸の権力をどう作ったかという問題で、一つは大名の権力に対する抑制、うん、大名があまりに強くなりすぎて結局みんな自分の実力で全国を切り取って室町幕府に提供したものだから自分たちあっての室町幕府将軍でしょっていうのが大名たちの根本の意識にあって、ですから協力はするし奉仕するけど相応の待遇と見返りは必要だと、決して自分たちはサラリーマンではないんだ、自営業者の集まりであって独立した経営者たちが集まって連合を組んでるんだと、でそこを独立心が強くなりすぎて山名みたいに調子に乗りすぎると、うん、あの将軍家をあまりにないがしろにする、これはやっぱり健全な関係じゃない、うん、と義満はおそらく思って、うん、強くなりすぎた好き勝手やりすぎる人たちはやっぱり組織としてはまとまりがなくなってしまうので抑圧はしました、うん、でただ義満もどうもそれどこまでやればいいのかブレーキが効いてないところがあって、うん、山名を潰しそれに協力した王子義弘を潰し、うん、どん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 抑圧的になっていった、でこれもやはり室町幕府の本質的な仕組みからすると永続性がないあり方で、うんうん、多分義持はそこに気づいて、うん、ある程度までこの、うん、大名は調子に乗りすぎず、うん、かといって抑圧できる対象ではそもそもない、ここに戻ってきたわけです。でその時この連合組織の長というのはやっぱり担がれてるという側面が否めないので、うん、じゃあ組織の本質がそうなら君たちが後継者を決めればいいじゃないっていう最も原理主義的なところ、そこまでいかないのも大切なバランス感覚だったはずなんですけど、義持は最後そういう原理主義的なところに行ってしまい逆に大名たちを困惑させる、そういうことかなと、まあ、責任を諸大名に丸投げするということ、丸投げて押し付けるというか取れよと迫った。そうですね、結局上から決めた君主に対してこの大名たちはなんでこの君主に従わないといけないんだって言えるわけなんですね。でところが大名たちに君主を決めさせれば君たちが決めた君主でしょ、うん、僕は何も押し付けてないよね、自分で立てた君主なんだから当然大事にしないといけない、その責任があるでしょ、うん、そういうふうに持ってきたかったんだろうとは思うんです。はい、ここまで私めが大根切りに要約しますと、高氏義明の時はみんなの室町幕府だった、義満はそれだと困るんで、まあ、先制権力を振るった、で義持はまたみんなの室町幕府戻してとはいうものの、まあ、本質的にバランス感覚の人間なんでお前らが責任取れよという釘刺しが遺言だったっていうことですね。でそこで実はですね、私ねこれタイトルが義満なんで気づきにくいんですけど、私この本義典の本だと思って読みまして、日本には近代政党が必要だ、近代政党というからにはちゃんとしたシンクタンクがなければならない、全くこれまでと違った局面に今直面しているではないのか、その税金がどういうふうに使われてんだということに関して本当に意味のある使い方してるんですかって、チャイナが欲しがるような資源を持っている中でまだまだ全然使い切れてない分野が多いよ。目的は一つで、日本が地球上で文明国として生き残るため。